それでは間もなくいたしますと、第4階段閉まります。こちらではチェーンに吊るして上からお肉を下ろしていき、ライオンがお肉を食べる迫力ある姿をご覧いただけます。たびたびご案内申し上げますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、足元黄色い線の外側に出てご観覧いただきますようご協力をお願いいたします。小さなお子様にも守っていただきたいので、保護者様ご協力をお願いいたします。またお客様同士、間隔を空けてご覧ください。こちら全てのガラス前でお肉を下ろしていくわけではございません。あらかじめご了承ください。はい、それではお肉の準備できましたので、早速ライオンガイドを始めていきます。はい、一つ目のお肉、食べ上がって食べてくれました。まずは東武動物公園で暮らしているライオンたち、一頭ずつ紹介していきます。さあ、皆様の目の前にいる2頭のライオンからです。今、一つ目のお肉食べてくれた手前にいる女の子、お名前モカちゃんと言います。そしてモカちゃんの後方にいる男の子、お名前ストームくんです。さあ、皆様の位置からですと少し見づらいのですが、さらに奥の方にももう2頭暮らしております。奥にいるのは男の子バラットくんと女の子ココちゃんの合計4頭が東武動物公園で生活をしております。さあ、奥の2頭もですね、今左側のガラスからご覧いただいている方は覗いてみるとね、見えるかと思いますが、その時にいる場所にも寄ってしまうんですが、奥の2頭もね、角度によっては見ることができますので、もし、ガイド終わった後お時間ございましたら、奥の2頭も気にかけてご覧いただけたらと思います。さあ、こちらのキャットワールドでは、ライオン以外にも、ホワイトタイガーやアムールヒョウ、チーター、ジャガーといった猫科の猛獣たちが暮らしております。ご覧いただいてて気づいた方もね、いらっしゃるかもしれませんが、ライオン以外の他の猛獣たちはみんな一頭ずつ単独で生活をしております。ただ、ご覧の通り、ライオンたちはね、二頭ずつ複数で生活しておりますね。さあ、これにはちゃんと理由があるんです。さあ、ライオンたちは、猫科で唯一プライドという群れを作って生活をする動物なんです。ということで、野生下でも狩りをするときや、子育てをするときですね、群れの仲間たちで協力し合って行います。さあ、そんな狩りで野生下では主にシマウマやヌー、時にはとっても大きなキリンなんかも捕まえて食べてしまうんですが、さすがにそういった猫、動物園で用意することは難しいです。ですので、今食べているこちら、赤いお肉は馬のお肉、馬肉です。ただね、この馬肉ですが、モカちゃんが、パクッとお口の中で入れた後、一瞬でなくなっていたのをお気づきでしたでしょうか。ほとんどね、噛んでおりません。丸飲みなんですね。さあ、せっかくの、そうするとせっかくのライオンたちの強い顎の力がどん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 衰えていってしまいます。さあ、ですので、東武動物公園では、そういったことを防ぐために、もう一種類鶏肉もあげております。さあ、鶏肉はね、このガイドでしっかりと噛んで食べてもらいたいので、1羽丸ごとあげていきたいと思います。皆様驚かないようにお願いいたします。さあ、このガイドであげる最後のお肉となります。さあ、本日はですね、手前にいるモカちゃんとストームくんの分1羽ずつね、鶏肉用意してきたんですけれども、やっぱりダメかな。さあ、ストームくんはですね、今ね、鶏肉、準備されてるのは気づいておりますが、実はですね、たまにあるんですけれども、今ご飯よりもね、女の子、メスライオンに興味がある時期なんですね。ですので、お肉があってもね、近寄ってこようとしません。で、このままね、鶏を下ろしてしまいますと、食いしん坊のモカちゃんが鶏を食べてしまいますので、今日は申し訳ございませんが、一応だけね、モカちゃんの分だけ下ろして、この回路を終了とさせていただきます。では、最後のお肉を下ろしていきます。お見逃しないようにお願いします。はい、見事ね、モカちゃん、鶏肉ゲットできました。そしたらね、皆様の目の前で食べてくれるようです。さあ、この鶏肉で重さがね、1.5 キロ以上ありまして、とても重たいんですけども、
今回でもね、骨ごとバリバリ噛み砕いて、ものの数分で食べられてしまいます。近くにおりますのでね、ごゆっくりね、食べる迫力ある姿をご覧ください。先ほどね、ちらっと紹介した通り、ストーブくん、このガイドでね、お肉一切食べなかったんですけども、具合が悪いとかそういうわけではございません。お家に戻ってからね、自分のペースで、たらふく食べてもらえたらと思います。ですので、ご安心ください。では、お肉揚げ終わりまして、ライオンの紹介もできましたので、以上でライオンガイド終了とさせていただきます。皆様、最後までありがとうございました。何を食べてんだろう。鶏肉だ、鶏だ。続きまして、お隣ホワイトタイガー社でホワイトタイガーガイドを始めていきます。こちらも足元。